good to go. Lighten up. This should hold for a while. Not bad. I'll take this one. Nice.新キャラですもんね。なん言うて結構人が多いゲームなんですよ。序盤はガナードだったりとか、まあ、出てくる敵も相対するものもこっち側も全部人間なんですよ、ね、っていうのもあるんで、もうちょっとクリーチャーなホラーが欲しいっていうのと、あと今回そのイルミナス教官とか、まあ、そういうなんですか、ね、邪教徒のコアさロスイルミナドス教団他のその敵のちょっと宗教的なホラーのモチーフをもう少し入れたいっていう話があったんで、まあ、そういうところで、まあ、いうところからスタートできてはいます。でも普通のゲームだったら牛の頭をした敵って何でしょうね、ミノタウロスというか牛の頭をしたクリーチャーになっちゃうと思うんですけど、うちの場合はどっちかというと牛の死体の頭をかぶらされてる、もしくは意図的にかぶってる狂人っていう風に作ろうとはしてますね。世界観で言ったらとても今までのバイオハザードと違ってシチュエーションが多いんですよね。村とか城とか、まあ、いろいろシチュエーションが多いんで、まあ、そういうところのバリエーションだったり幅みたいなものを、まあ、もちろん一番好きなのレオンですね。やっぱり自分もオリジナルを普通に学生の時に遊んで楽しんでた身なので、主人公のレオンが、まあ、もちろんかっこよくて好きだし魅力的な主人で、チェーンソーってなった時に、まあ、今回のチェーンソーどうしようかなっていうのを考えて、で、まあ、いろいろデザインの段階でいろいろ書いたんですよね。ディレクターとかと話してる時とか、なんでしょうね、もっとムキムキにしたりとか2メートルでかくしたりとかっていうのにやっぱり落ち着いたんで、結局首から下は実はガナードと衣装が一緒なんですよ。ほとんど首から上の麻袋とチェーンソーだけがあいつにとって特別で、でもそれが逆に言ったら守らなきゃいけないリメイク、オリジナルのバイオ4の良さだったり